早速だが大魔王、魔界の現状について報告申し上げる。状況はかなり悪い。バルディスタの領内では魔性の濃度が急激に上がり、大地の汚染が進んでいる。ゼクレスも同じだ。城下では魔性が原因とみられる病に苦しんでいる者もいる。魔源都市ゴーラではさらに深刻らしい。濃密な魔性が地の底から溢れ、宮殿への避難を余儀なくされているそうだ。一方、ファラザード領内に大きな変化はない。この辺りも今のところ無事のようだが、いよいよ大魔性期が迫っているようだ。魔界が魔性に沈めば、その次はアストルティアだ。だけど、滅びの神を倒すために復活した女神ルティアナは、ジャゴヌバに敗れ、光の川へ落ちていった。もはや滅びを食い止める手段はない。俺はまだ諦めない。まだジャゴヌバに勝つ方法が、俺たちにできることがきっとあるはずだ。そうだろ。我が声に答えなさい。私は風の神エルドナ。かつてあなたに授けた力、英知の光を通じて語りかけています。闇が世界を覆い尽くそうとしています。何としても滅びを止めねばなりません。お聞きなさい。我らが母女神ルティアナは滅びの神の手で肉体を滅ぼされましたが、その魂は光の川の底で眠っているのです。今こそ世界樹の森人ヒメアが守る世界樹の花の力を使う時。彼女のもとへ向かいなさい。すべてはアストルティアの未来のために。気がついたようだな。お前大丈夫か？なんだか様子がおかしかったな。エルドナ神、女神ルティアナが生んだ種族神の一柱からの神託だって。世界樹の森人ヒメアと世界樹の花か。それで何が起こるかわからないが、まだ希望は残されてるってことだな。だが追い詰められた状況に変わりはない。奇跡にすがりただ待つような真似はすかん。私はバルディスタに戻り、魔性対策を続け、大魔性期の被害を最小限に抑える。大魔王殿は好きに動くがいい。幸いファラザードの被害はまだ少ない。ここはユシカが大魔王と共にアストルティアへ向かってくれ。できるなら僕も一緒に行きたかったけれど、ゼクレスの民を放ってはおけないからね。吉報を待っているよ、二人とも。ああ、こっちは任せておけ。必ず皆で大魔性期を乗り越えよう。ではこれにて謁見終了。大魔王朝の留守は預かりましたぞ。安心してご出立なさいませ、大魔王様。一刻も早くヒメアの元へ向かおうぜ。わざわざルクスガルン大空洞を通ってる暇はなさそうだ。俺もお前のアビスジュエルに便乗する。準備ができたらアストルティアへ転移してくれ。
ということなんだ。前にも通り過ぎたことはあったが、相変わらずのんきなところだ。滅びの危機も何も知らないんだろう。村長おかえり。プッケ、このチクチクヒゲのお兄さんは村長のお友達。プッケ、ようこそエテーネ村へ。ここは新しい希望が生まれる村。プッケ、エテーネ村、確かここはお前の故郷なんだよな。悪いがゆっくりはしていられない。魔界が魔性に覆い尽くされる前にヒメアとやらのところに向かうぞ。お、すみませんが、お二人とも出発は明日までお待ちください。お前は真意だったな。魔界では一刻を争う事態になってるんだ。引き止められる筋合いはないぞ。先ほどツスクルの村から使者が来て、ある重要な伝言を預かったのです。エルフの神エルドナの神託により、明日大いなる風が吹くとき、世界樹の丘にてヒメア様が最後の使命を果たされる。ツスクルの村ではゆかりの深い方々を集め、世を通して宴を催すそうです。今生の別れに。今生の別れだと。明日巫女ヒメアは世界樹の守り人としての役目を果たした後、その一生を終えるのです。世界は滅びに瀕している。魔界に迫る危機も承知しているつもりです。それでも私はツスクルの村の皆さんに大切な人との別れを惜しむ時間を過ごしてほしいのです。どうか今夜はここに留まってください。これはヒメア様たっての希望でもあります。あなたとは明日最後に会えるから、宴は村人やガクトとの時間にしたいと。考えだ。村中に声をかけて準備を始めるとしようぜ。うん、うん、俺たちが仕込んだ名物エテーネルスープたっぷりと味わってってくんろ。しかしお前、村の長をやってたとは知らなかったぞ。大魔王になる前からお前は王だったわけだ。あなたは協調を歌っておきながら人の話を聞かなすぎではありませんか。勝手にうちの村長をしもべにして。そう蒸し返すなって。悪かったよ。昔副官殿にも同じように叱られた。協調、協調か。そうだな、俺はまた間違えているのかもしれない。俺が関わっていく全員と協調できればもっとたくさんの大事なものを守れるだろうって思ってたんだ。でも実際俺は助けられてばかりで、誰かを犠牲にし続けている。この夜が明ければ巫女ヒメアだって。な、
俺がやってることは本当に正しいのか。あなたは奇妙な人ですね。魔族とは目的のために手段を選ばない残酷な種族、そう思っていました。ですがあなたが抱いた悔しさを私も今同じように感じている。それが事実です。ユシカさんを見ていると魔族がわからなくなってきますよ。さてと、もう遅いですし、先に戻って寝床を整えてきましょう。私の特製枕はよく眠れると評判なんです。よく働く幼馴染殿だ。たくさんの村人と話したが、口を揃えてこの村で暮らせることを感謝していたぞ。村長の縁が紡いだ温かい村だと。分け隔てなく誰をも受け入れる国は俺の理想郷でもある。いい村だな、ここは。なあ、この村を作るまでにお前はどんな旅をしてきたんだ。夜が明けるまでまだ時間があるだろう。眠る前に聞かせてくれないか、我らが大魔王様の物語を。縦島で死に損ないを拾ったあの日からそこいらの奴とは違うと思っていたが、想像以上の欠物だったな。あいつともっと早くこうして話せばよかった。お前とだってたくさん話して喧嘩してようやく分かり合えたんだったな。どこにもいないのか、お前は。Thank you.
よく来てくれましたね。若いからの客人も、さあ、こちらへ。あなた方がここを訪れた理由は分かっています。母なる女神の命を奪った滅びの神こそ、破滅の衝動に囚われた大いなる悪しき闇。捨ておけば、悪しき闇は地の底より魔性を放ち、魔界とアストルティアを等しく蝕む。我らは今、心を一つにせねばなりません。世界樹の花は、花開きの精彩にて、我が命を神器となして咲き誇り、今はここに。だが、それを取り出したらあんたは。とうに覚悟はできています。その上、昨夜は思いがけず、愛しい子らと今生の別れを惜しむことができました。支度はすべて整っています。今こそ、我が天命を果たすとき。俺はアストルティアの民と交渉し、長い歴史の中で培われた魔性への対抗策を手に入れようとしてきた。世界樹は、そしてあんたが守ってきた世界樹の花は、間違いなくその一つだ。大魔正気を止め、魔界を救う希望。以前の俺なら、喜んで魔界へ持ち帰っていただろうな。だが、このやり方は間違ってるんじゃないか。あんたが犠牲にならなくたって、他の方法があるかもしれない。俺はまた何もしてやれない。それがたまらなく。嫌なんだ。私たちは世界という大樹に芽吹く若葉、時にすれ合い、時に重なり合い、共に生きて調和し、大樹を守っています。一葉一葉が異なる枝の先に異なる役割を担って生まれ、天命を終えれば朽ちて風に散る。これが世界の断り。あなたが見送った多くの人々と同じように、あなたも私も役割を果たす、その時が来る。私は500年風に揺られ散りゆく葉、今とても満たされていますよ。そなたたちに世界樹の花を託す前に、一つ頼みがあります。私が命を終えて後、何もせねば、遠からず新たな世界樹の森人が選ばれて、不死の術を施されてしまいます。ですが、もし魔性の根源が消滅すれば、世界樹の森人はその役割を終え、私が最後の森人となりましょう。どうか必ず、異界滅神ジャゴヌバを倒してください。それが、巫女ヒメア、
最後の願いです。承知した。必ずジャゴヌバを倒し、この世界を救ってみせる。これより光の里フィネトカへ向かい、聖光教主様のもとを訪ねなさい。花の使い方は彼が教えてくれるでしょう。そなたらの未来に世界樹と風の守りがあらんことを。生き返しを受けたそなたが若葉の試みを終え、ツスクルを旅立った日をよく覚えています。そなたの体の持ち主はエルフの宝でした。しかし今のそなたは紛れもなくアストルティアの宝です。どうかこれからも皆の先頭に立ち、輝ける未来へと導いてください。さあ行きなさい。迎えに来てくれたのだな。そなたの魂に抱かれて、ようやくこの長き生が終わるのだとわかる。一度目は黄泉へ送ったそなたを追って、二度目は愛おしい思い出を胸に使命を終え、ここで散るつもりだった。だというのに、三度目の今はこの世に未練が残る。役割とはいえ、あの子らを苛烈な戦いに送り出し、必勝の誓いさえ立てさせた。このままではあまりに身勝手ではないか。本当は去りがたいのだ。この思いそなただけは分かってほしい。ヒメア、愛しいヒメア、分かっているよ。僕はそんな君を心から誇りに思う。君は十分によくやった。だけど我が妻ヒメア、今日こそ君を連れていく。風となって世界の未来を、若葉たちの息吹を見守ろう。さあ、共に天の彼方へ。ありがとう。
我が夫琥珀、共に行こう。いつもそばで見守っていますよ、私の愛しい子供たち。何も聞こえない。息が詰まりそうだ。ここは本当に光の川の中なのか。
とあの光が女神の魂だ。見つけた。虚しい、すべては虚しい。私は虚無の邪神バニタトス、忘却と失意を司る者。こんなところに邪神が。ジャゴヌバ様に命じられてずっと女神の魂を探していたのだけど、偶然の出会いにしてはできすぎね。あなた方は運がいい。私の両手があなた方の魂を包んだ時、世界の記憶から失われ虚無となる。誰からも忘れられれば、使命や重責、この世のしがらみから自由になれるわよ。ジャゴヌバ様のご慈悲に感謝なさい。余計なお世話をありがとうよ。準備はいいか。虚しい、虚しい、なんて虚しいの。あなた方は神話の時代から何一つ変わらない。苦しみもがいて戦い抜いて、あなた方の仲間は次々に倒れていく。その果てに待つ絶望も知らずに、愛する者のいない虚しい世界を救う意味がどこにあるというの。黙れ。邪神ごときが人の意味を語るな。全てを忘れてしまいなさい。忘れられてしまいなさい。おいで、抱きしめてあげる。無意味な生に群がる無価値な命ども。
却こそが救いをもたらすのに。いつの世もあなた方は同じ。まるで苦しむことを楽しんでいるよう。好きに生き抜いてごらんなさい。その先に待っているのは虚無ばかり。なぜならあなた方は最後に必ず負けるのだから。魔界に渦巻く邪悪な怨念が我が主よりほとばしる魔性と結びつき、地の底から立ち上る。時は来た。終焉の始まりだ。カカ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 カ。大魔将旗が。いつか分かる時が来る。あなた方の行いに意味などなく、未来は虚しいだけだと。虚しい、虚しい、すべては虚しい。そいつが女神の魂に違いない。世界樹の花を。花から蝶が生まれた。聞け、アストルティアの子よ。我は女神ルティアナ。光の胡蝶の姿を借りてこの世に舞い戻った。世界樹の花の力で蘇ったのか。やったな。いな、草にあらず。世界樹の花に宿る神器が我が魂をつなぎ止めているに過ぎぬ。花なくして生きられぬ仮初めの命よ。我が身は小さき胡蝶なれど、魔性を退ける力は宿っているようだ。我もそなたらと共に魔界へ行こう。大魔将棋に混迷する者たちを救うために。アストルティアの当選士よ、これまでのそなたの活躍の数々は我が魂の器イルーシャを通して見届けてきた。アストルティアと魔界をつないだそなたならば、この大いなる聖戦に必ずや打ち勝てよ。世界の命運そなたに託したぞ。とうとう大魔将棋が来た。留守の間、魔界各地の状況を調べるようカーローに頼んである。すぐに大魔王城に戻るぞ。
おお、だ、だ、だ、大魔王様。もちろん必ず無事に帰ってきてくださるとこのカーローだけは信じておりましたぞ。ユシュカ殿に頼まれていた通り、魔界各地の情報を城の兵士たちに探らせ報告を受けていたところなのですが。はっ、ご報告申し上げます大魔王様。突如として魔界全土が濃厚な魔性に包まれ各地で猛威を振るっております。ついに魔界南端のファラザードまで魔性に包まれてしまいました。今は皆で支え合い持ちこたえています。この魔性、これまでとは何かが違います。少し触れただけで意識が遠のき、自分が自分でなくなる感じがするのです。弱い魔物や魔族が濃厚な魔性を浴びて苦しみもがきながら命を落としたという恐ろしい報告もありました。大魔王様、大魔正気が始まれば魔界の民は皆死に絶えるというのは本当なのでしょうか。魔界の未来に希望はあるのでしょうか。大魔王様、この輝きは。我らが大魔王はアストルティアより新たな力を得てここに帰還した。今やるべきは怯えることではない。大魔王のもとに魔界が一丸となってこの危機を乗り越えることだ。おお、そうですとも。私にはよく分かっておりますぞ。大魔王様のご意向は絶望をも打ち砕き必ずや魔界を救ってくださるのです。そうですよね大魔王様。ああ、大魔王様万歳。よかった、安心したらなんだか元気が湧いてきました。魔性なんかにやられはしませんよ。我ら心を一つにして大魔王様をお助けいたします。うん、そうだ、まずは落ち着いてくれ。どんな些細な変化でもいい。他に新しい情報は入っていないか。そういえばここしばらく静まっていたジャリムバハ砂漠の魔性塚が再び活性化したとか聞きましたぞ。あの魔性塚が、カロ、それは本当か。以前よりも濃厚な魔性が吹き出し近づけば即死間違いなしとかなんとか。あのユシカ殿、そんなに大きな声を出されてどうかなさいましたか。俺はジャリムバハ砂漠の魔性塚へ向かう。すまないがお前もなるべく早く胡蝶を連れてきてくれ。頼んだぞ。何やらただならぬ様子でしたが、ユシュカ殿が向かった魔性塚はジャリムバハ砂漠の北西にあります。私どもは大魔王様を信じて大魔性気からこの城を守り抜きますぞ。お気をつけて行ってらっしゃいませ。
凄まじい勝機だ。ここで、この魔性で、みんな。かの魔性塚が、魔性の嵐の元凶。我が光で浄化を施そう。魔性塚を一瞬で浄化した。女神の力はすごいな。来てくれて助かった。ここは俺にとってどうしても見過ごせない場所なんだ。300年くらい前、俺が子供の頃の話だ。親父は宝石商で、十数人からなる大将を率いて砂漠中を移動しながら交易をしていた。仲間たちは血のつながりはなくても、みんな家族も同然だった。賑やかな大将暮らしは毎日楽しかったよ。俺は魔界一の宝石商になるために、親父のそばで商売のコツや交渉術を学ぶつもりでいたんだ。だが親父は将来のための教育だと言って、幼い俺を当時のネクロデアに預けると大将を率いて行ってしまった。仲間外れにされたと思って子供心に随分傷ついたし、ナジーンにも八つ当たりをしたっけ。だがネクロデアでは大将暮らしのままではわからないたくさんのことを学べた。今では親父の教育方針に感謝してるよ。ある日ネクロデアに一報が入った。親父が率いる大将が砂漠の北西で突然消息を絶ったと。駆けつけてみると、悲惨な光景が広がっていた。親父たちが交易で差し掛かったところに、突然魔性塚が出現したらしい。一晩で家族みんなを失ったんだ。魔界ではよくあることと言ってしまえばそうだが、俺は全然納得できなかった。それで魔性塚が出現した理由を求めて各地を旅するようになったのさ。初めて師匠に会ったのはその時だ。そして魔性塚が現れた原因は、この魔界に大魔性器が近づいている証だと教えられた。もし大魔性器が来れば、魔界全てが親父たちのように無残に死に絶える。そんなことは絶対あってはならない。俺は宝石商として旅をしながら、親父たちの悲劇と大魔性器の脅威を魔界各地に伝えて回った。そうすればやがて魔界が一つになって大魔性器を回避するために立ち上がり行動を起こすって信じてたんだ。だけど現実は。帰れ帰れ、お前のような生意気なガキを我らの魔王が相手にするものか。魔性など取るに足らぬわ。あれはただの魔性とは違う。
どうして俺の話を聞いてくれないんだよ。お前らの戦争だって魔性が増えたせいで領地を奪い合うから起きたんだ。だったら魔性を何とかするのが先だろ。適当に理由つけて考えるのをやめるな。ちゃんと想像しろよ、魔界の未来を。おい、このゴミを掃除しろ。どこへ行っても誰と話しても最後まで理解されることはなかった。俺は何も変えることができなかった。思考の止まったよどんだ魔界の前ではどんな真実も意味はないんだ。本当に魔界を変えたいと願うならただの宝石商ではダメだ。民の心を動かす魔王にならなければ。いや、その魔王すらも滑る王、大魔王にならなければ魔界に未来などない。そのくらいの覚悟でやってきたんだ。だからお前が大魔王の資格者だと言われた時認められなかった。魔界を知らぬ者に覚悟や背負うものなどあるはずないと。あの時は悪かった。すまなかったな。エテーネ村ではお前の話が聞けてよかった。世界の命運を背負ってきたお前だからこそ大魔王になるべくしてなったんだろう。俺はお前が魔界の未来のために必死に戦ってくれることが嬉しいんだ。これまでやってきたことは無駄じゃなかったんだなと思えてさ。必ず魔界を救おう。俺たちの手でジャゴヌバを倒し、二つの世界に平和を取り戻すんだ。なんだか変な話を聞かせちまったな。過去を振り返るなんて柄じゃなかったよな。おお、大魔王様、探しましたぞ。私はバルディスタの使者です。バレリア様から急ぎの伝言がありこちらに参上した次第です。急ぎの伝言だと？今後ザハディカル元宝への移動を一切禁ずる。現地のアビスゲートも封鎖したので注意されたしとのことです。大魔性期の影響か、彼の地の魔性塚が急激に活性化し一気に魔性を放出したのです。被害の拡大を防ぐための苦渋の決断でした。あそこには遠征軍駐屯所があったはずだ。奴らを見殺しにするつもりか。助けられる命もあるはずだろう。バルディスタ城に行ってバレリアに会おう。話を聞いてくれるかはわからんが、やるだけやってみようぜ、大魔王様。Thank you.
大魔王殿か。アストルティアから戻ったと聞いてこちらから伝令を出したが、どこかで行き違ったか。いや、その件で来たんだ。今すぐザハリガル元宝の封鎖を解いてほしい。遠征軍駐屯所の兵が取り残されているはずだ。みすみす犠牲を出すような策には我らが大魔王様も反対だとさ。俺たちだって救えるもんならとっくに救ってるさ。魔性塚を破壊するために魔性対策部隊を向かわせたんだが、すぐに連絡が途絶えた。わかんだろ、それほどまでに魔性の勢いは増してるってこった。せいぜい俺たちにできんのは封鎖くらいだ。率直に言って打つ手がないのだ。イルーシャがいなくなった今では魔性塚の浄化もかなわぬ。いや、まだ手はある。なんだこりゃ、眩しくて見てられん。この蝶は女神ルティアナの化身だ。すでに砂漠の魔性塚を浄化してくれた。なるほど、短い期間で戦果はきっちり上げてきたというわけか。俺たちが魔性塚を浄化しに行く。駐屯所に取り残された連中を助けるぞ。ベルトロ、ザハディガル元宝の封鎖を解け。はっ、かしこまりました。駐屯所には飲み仲間もいるんだ。マジで期待しまうぜ、大魔王様。以降のことは大魔王殿に一任する。奴らを助けてやってくれ、頼む。一刻も早くザハリガル元宝へ向かおう。きっとまだ間に合うはずだ。Thank you.
手遅れだったのか。しっかりしろ。おい。悪しき魔性がこの者たちの命を蝕んでいる。今ひとたび我が光で浄化を施そう。駐屯所に大きな被害はなく、皆無事です。まさに奇跡が起こったと、大魔王様の偉業に一同深く感謝しております。ああ、魔界に大魔王がある限り、大魔正気は必ず乗り越えられる。部下たちにもよろしく伝えてくれ。ええ。ところで大魔王様、大魔正気が訪れた後、この地域の魔性被害を調査していたところ、怪しげなものが発見されたのです。西の水辺に浮かんでいたのですが、あまりに奇妙なので、念のため大魔王様にご確認いただこうかと。これは魔戦鏡の…どうしてこんなものがここにあるんだ。兵士長、例の行き倒れの人間がいつの間にかいなくなったそうです。行き倒れの人間、少し前のことですが、駐屯所の入り口にどうやってここまでたどり着いたのか、アストルティアの人間が倒れていたのです。そのものはひどく衰弱していて、傷も深く、駐屯所のテントで療養させていました。しかし一体どこへ。大魔王様、こちらにいらっしゃいましたか。アズバル様が大魔王様にお会いしたいので、至急ゼクレス城までお越しいただきたいとのことです。ゼクレス領にも魔性塚があったはずだ。アスバルにも胡蝶の力のことは伝えておきたいな。よし、いろいろと気になることは多いが、一旦アスバルに会いにゼクレス魔導国の玉座の前へ行こう。後のことはそれからだ。よく来てくれたね、二人とも。急に呼びつけてしまってすまない。領内の魔性塚が活性化の兆しを見せたから、魔法の結界で対策を施したところなんだ。それもいつまで持ちこたえられるかだけど。君たちがアストルティアから戻るのを心待ちにしていたんだよ。何か対策は見つかったかい？
なんて美しい蝶なんだ。世界樹の花の生命力で蘇ったルティアナの化身、光の胡蝶だ。魔性の浄化に手を貸してくれている。だが、いくら魔性を浄化しようとも、その根源を絶たぬ限り世界は救われぬ。大いなる闇を隠すはまた闇の中。奴は魔界を覆う魔性に紛れ気配を隠し、来たる時を待ち構えている。だが、小さき胡蝶の身では居所がわからぬ。もはや一刻の猶予もないというのに。ルティアナに頼ってばかりもいられない。ジャゴヌバの居場所くらいこっちで探して、表に引きずり出してやろうぜ。こんな追い詰められた状況だけど、自分たちの世界だからこそこの手で守りたいね。そうだろ。ともかく魔界を巡り続けて、粘り強く魔性塚を根絶していこう。何より大魔王のお前が光の胡蝶と共に大魔正気に立ち向かう姿は、多くの者に希望を与えるはずだ。そうだ、君をここへ呼んだのはもう一つ理由があるんだよ。実は地下宝物庫に賊が侵入して、そこに安置していたリドのタリスマンが盗まれてしまったんだ。リドのタリスマンというと、ゼクレス出身の大魔導士が作ったという精神操作を解くための秘宝だったよな。ああ、他の高価な宝物には目もくれず、タリスマンだけを盗んでいった。その意図はわからないけれど、犯人は逃げるときに手紙を残していった。中はアストルティア文字で書かれていて、その宛先は君なんだよ。魔戦鏡の衣装のおかげでどうにか生き延びられたの。残された命をかけて、私は最後の役割を果たすね。ジャゴヌバは大魔正気を起こした後、魔界の地底にある奴の本拠地、滅星の邪縁という場所に隠れちゃった。でも、砂の都ファラザードの城の地下にある開かずの扉の先には、そこへ向かうための切り札が残されているんだ。ただ、その切り札を復活させるには、どうしてもリドのタリスマンが必要だったの。説明する暇がなくて、勝手なことしてごめんね。私はお姉ちゃんと別れてからも、ずっとジャゴヌバに監視されて命を狙われてる。だから一緒には行動できないの。切り札は必ず私が手に入れる。だからこっちは任せて、お姉ちゃんは大魔王として魔界を守ってほしいの。今までたくさんありがとう。ずっとずっと大好きだよ、お姉ちゃんへ。どうかしたのか。一体何が書いてあった。なんてこった。大魔王と魔戦鏡がそんな関係だったとは。もっと早くそれを教えてくれたら。そうだな、確かに大騒動になっただろう。とにかくお前は何としてでも自分の妹を助けたいんだな。
わかった。お前の好きなようにするがいい。俺はそれを全力で支えてやるだけだ。悪いアスバル。俺はこいつとファラザードに行ってくる。魔性対策は後回しになってしまうが、俺はもう目の前にいる誰一人犠牲にしたくないんだ。こいつに大魔王の務めを押し付けて自分の妹を見捨てさせるようなことをしたら、俺は一生後悔する。だから。わかったよ。君たちのやりたいことが最終的に魔界を救うことにつながると僕は信じてる。行っておいで。ありがとな、アスバル。ファラザード城の地下牢から血潮の浜辺に降りられる。そこにどうやっても開かなかった古い扉が一つあるんだ。開かずの扉ってのはそこで間違いない。ファラザードに向かうぞ。you
どうしてタリスマンが効かないの？もう時間がないのに。あれがお前の妹魔戦鏡なのか？おい、上を見ろ！絶対にあいつを助けるぞ！Thank you.
おい、魔戦鏡、しっかりしろ。この者の魂は深き魔性に覆われている。我が光で闇を払い抜けよう。魔性は取り除いたが、おぞましい呪縛がこの者の魂を絡め取っている。まもなく命の炎も燃え尽きよう。ダメだ、死なせるわけにはいかない。手を貸してくれ、ルティアナ。この者の精神世界に入り、記憶をたどることで魂を縛る者の正体がわかるやもしれぬ。精神世界に入りうるのはこの者と親しき存在のみ。もし望むのなら、我がそなたを導いてやろう。今ここに、かの者の記憶へ至る扉を開かん。ジャゴヌバのやつ、お前の妹だけはどうしても生かしておけないようだな。俺はここに残ってあいつらの相手をする。その間お前たちには指一本触れさせない。絶対に最後まで守り抜いてみせる。行ってこい。そして必ず二人で帰ってこいよ。何なんだこれは。何なのこの光。時間が止まってる。まさかこれ。嫌だよお姉ちゃん、私を一人にしないで。
ぱりそうなんだ。ついに時渡りの呪いが発動した。この時代にはもういられないみたい。でも天使の花は完成させたよ。これがお姉ちゃんの使命の役に立つなら、どこに飛ばされたって悔いはないの。お姉ちゃん、お姉ちゃん、いつ会えるの、お姉ちゃん。お姉ちゃん。おい、大丈夫か？しっかりしろ。誰なの？貴様こそ誰だ？人がせっかく解放してやったのに、その態度は無礼だぞ。貴様は洞窟の外で倒れていたんだ。俺が気づいてここへ運び込まなければ、魔物の餌だっただろう。そうだったの。助けてくれてどうもありがとう。あなたは？クオードだ。こんなところで人間に会えるとはな。貴様の話は信じられないことばかりだが、とことん諦めが悪い性格の錬金術師だということはよくわかった。その通りなんだけど、一言多いよね、クオードは。気に障ったのなら謝る。俺たちは似ているな、と思っただけだ。どんなに時間を漂流しても、故郷に帰ることを諦めきれない。いっそ絶望してしまえば、楽になれるのにな。帰ろうよ、元の時代に。いつかきっとなんとかなる。何度失敗しても挑戦すればいいの。諦めなければできるはずだよね。奇遇だな。俺も最初からできないと決めつけるのは大嫌いなんだ。我々は大きな野望を果たすために穴蔵を出て、どこかの町を目指して旅立つ。この先の困難は並大抵のことではないはずだ。だが俺クオードとその友は必ずやり遂げるだろう。初心を忘れぬため決意をここに残す。出発しよう。いいか、これから俺のことはグルヤンラスと呼べ。また変なこと言ってる。グルヤン、なんだっけ。グルヤンラッシュ、エテーネ王国に伝わるあの日へ帰るという意味の古代語だ。なかなかいい名だと思わないか？あ、そうだ、クオ
王道、忘れ物ない？私も忘れっぽいからいつもお姉ちゃんに迷惑かけちゃってたの。クオードじゃない、グルヤンラッシュだ。グルヤンラッシュ、ちゃんと覚えろ、このボウフラのお味噌め。うんうん、ちゃんと覚えたよ。グルランヤシュでしょ。あれ？合ってるよね。最近の貴様はエテーネルキューブ開発に集中できていない様子だったのでな。
その研究室でなら作業もはかどるだろう。開発を急げ。入手に手間取っていたボロヌジウムも間もなく全て揃う手はずだ。間もなくってそれどういう意味？ボロヌジウムはガテリア公国のものでしょ。まさか戦争でも仕掛けるつもりなの？ジャクバ陛下はビャン王子に殺された。もはや戦争は避けられまい。まさかジャクバ陛下を殺したのは本当は。なんでそんなことしちゃったの？皇帝陛下は和平を結ぼうとしてたよ。そんな短期を起こさなくてもいつかチャンスが来たかもしれないのに。いつかだと？そんなものを待っていたらいつまで経っても元の時代に戻れない。俺には時間がないんだ。お前と違ってな。私と違って？貴様は悠久の時間を生きているんだろう。この時代に渡って長い時を共に過ごしたが、貴様は出会った当時のまま変わらない。そんなこと最初はどうでもよかった。だが俺とお前とでは時間に対する価値が全く違うと気づいてしまったんだ。エテーネルキューブの開発で心が折れるような試行錯誤を重ねてきた。完成に手が届くと思えばまた遠ざかる。その繰り返しだったよな。こういうことが起こるたびに貴様は疲れたとも辛いともやめたいとも言わず俺に言い続けたじゃない。いつかきっとなんとかなると。根拠のない楽観的なその言葉を聞くたび心に暗いものが募っていった。俺は普通の人間だ。終わりの見えないこの状況が永遠に続くと思うとどうにかなりそうになる。だがこんな気持ちはきっと貴様には理解できないだろう。クオード、私そんなつもりじゃ。俺の時間を進める。自分の意志で歴史を動かす。そのためにどんな罪を犯そうとも。何するつもりなの、クオード？待てよ、クオード！一人にしないで。キューブさえ完成すればこの苦しみを終わらせることができるんだ。だから早く助けてくれ。俺がおかしくなってしまう前にどうか頼む。そんなのずるいよ。ねえ、クオード。
Thank you.
お姉ちゃんがいないならどの時代だって同じだから。最後に会ったのは地獄の迷宮だったっけ。あれから随分経ったけど結局会えなかったな。私疲れちゃった。たどり着けない場所を目指すのも大事な人との別れを繰り返すのも、もう会えないね。そこにいるのは誰？我こそは魔仙境、託戦をもって魔界を守りし者。ここは魔界の最高峰デモンマウンテンの頂、ジャディンの園だ。光に包まれたそなたが空から落ちてくるのを見かけてな。
そなた、どうも厄介な呪いを抱えておるようだな。すごいね。そこまでわかっちゃうんだ。そうなの。私は時渡りの呪いで、同じ時代に長い間とどまれないんだ。それに、初めは何十年と同じ時代にいられたのが、最近は一月と持たないの。とどまれる時間がどんどん短くなったら、いつかどこにもいられなくなって、誰も私のこと見つけられないよね。怖いよ。本当の一人ぼっちになるのはすごく怖い。人の身で因果な運命を背負ったものだ。実に面白い。気に入ったぞ。そなたこそ我が後継者にふさわしい。後継者？我は長きにわたり魔戦教としての役割を務め、次なる使命に奉ずる者を探していたのだ。魔戦教となる者は大いなる闇の根源と契約を行う。新たな契約を結べば古き契約は破棄されるであろう。それってまさか時渡りの呪いから解放されるってこと？でも待って、闇の根源ってアストルティアを襲う魔性の源でしょ。そんな奴と契約するなんて。そなたは悪しき力と聞いていよう。だが力は使い方によって意味を変える。あとはそなた自身で決めるがいい。私やるよ。この苦しみから解放してくれるならどんな最悪の契約だって結ぶ。闇の根源も抑え込んでみせる。そして何十年何百年経ってもこの魔界でお姉ちゃんを待つの。その覚悟しかと受け止めたぞ。我の魔戦教としての知識経験、そのすべてをそなたに継承しよう。ともあれ修行はせねばならぬがな。さあついてくるがいい。
追いかけてきちゃうの。私、帰れないって言ったでしょ。人がせっかく覚悟を決めて別れを告げたっていうのに、ひどいよ。お姉ちゃんの顔を見たら、私は、私は呪縛、契約せし者の血の鎖。光に導かれ、闇の深淵を覗く者よ。そなたに問おう。この者は、貴様にとって何者か。血のつながりがない他人だとしても、この者を妹だと呼べるのか。よるべなきまま、数千年の時を超え、老いることも死すこともない者を妹だと呼べるのか。魔戦鏡を継ぎ、我が根源と契約し、大魔正気を早め、世界に混乱をもたらすことで、あまたの悲劇、犠牲を生んだ。その大罪を知ってもなお、貴様はこの者を妹だと呼べるのか。嫌だよ。もうやめてよ。この者は、因果の狭間で醜悪に歪んだ恐ろしき者になり果てた。故に今一度貴様に問おう。それでもこの者を妹だと呼べるのか？こんな私でも妹だって言ってくれるの？私はお姉ちゃんと行く。ジャゴヌバとの契約はもう終わりなの。断じて許さぬ。貴様がその地で交わした契約は、命枯れ果てるまで続く鋼の掟。偽りの絆に意味などない。この滅心の獄で永久に囚われるがいい。行こう。二人でなら越えられる。
我が契約が消滅する。ありがとう、お姉ちゃん。やっぱり私を助けてくれるのはいつだってお姉ちゃんなんだね。私もう迷わない。自分が何者なのか自信を持ってはっきり答えられるよ。私はお姉ちゃんの妹なの。闇の根源との契約はこれで終わったの。それでも時渡りの呪いは消えたままみたいだね。私とうとうお姉ちゃんと同じ時間を生きられるんだね。守るべき世界へ。失って後悔するのはもうごめんだ。たとえここで力尽きようと、あいつらを絶対に守り抜く。ごめんね、魔性根にやられた傷が。大丈夫か、二人とも。ついにやったな。僕の呪縛から契約者を解き放つなんて前代未聞の快挙だよ。君は素晴らしい。そうだ、僕の城へおいでよ。君とはゆっくり話がしたいな。これはそなたを闇の眷属へと落とす邪悪なる深淵の会に決して触れてはならぬ。ルティアナ、僕に負けた上に虫けらになって戻ってくるなんて。どこまで笑わせてくれるんだい。そろそろ行こう。君を本当の大魔王にしてあげるよ。ジャゴヌバよ、失望したぞ。お前は心底見る目がないな。どうしてもこいつを手駒にしたいらしいが、お前の思い通りになるやつではないぞ。幾度もアストルティアを救い、種族神たちの加護を受け、女神に愛され、まばゆい光に祝福された救世主。おまけに魔界に来てまで誰かのために身を投げ出して戦い続ける。
こいつはそういうやつなんだ。こんな光の力にあふれたやつを闇に染めるのは苦労するぞ。それよりもっと適した逸材がいる。お前がこれまで選んできた大魔王はなかなか面白い連中ばかりだったが、その顔ぶれに俺を加えてみないか。もし俺と手を組めば、これまでにないもっと新しくもっと刺激的な誰も知らない世界を見せてやろう。本当に大魔王にふさわしいのはこの俺、魔王ユシュカだ。俺を選べ、異界滅神ジャゴヌバ。君の望みを叶えてあげよう。じゃあな。ナジーン、お前、俺をかばったとき、同じことを思ったんじゃないか。これが俺の選んだ道だ。闇の根源がいずこかへ魔性を結集させている。これが意味することは、まさか。見た目以上に深手を負っておったぞ。一通りの治療は施したが、しばらくは絶対安静じゃ。そばについていてやりたいだろうが、お前さんも随分疲れとる。またいろいろとあったようじゃな。こやつが目覚めたらすぐに連絡するから、あとはわしに任せておきなさい。およほー、およよほよ。でもここで会ってたよ。ジルガモットさん、こっちだよ。あ、開かずの扉でのこと聞いたわ。とにかくあなたが無事でよかった。自分の方が大魔王にふさわしいだなんて、もうこれっぽっちも思っていないくせに。よしかったら、どんな芝居を打ったものね。あなたに心配ばかりかけて、勝手な人。私たちがもっとあの人の行動に気をつけていれば。いいえ、誰もナジーンのようにはなれないわね。さて、これでファラザードは魔王と副官
どちらも失ってしまったわ。普通の国なら滅びてもおかしくない状況ね。でもオイラたち全然普通じゃないからね。ようよう、滅びてたまるかよ。ピンチの時こそ自分の頭で考えるのがファラザード流さ。そうね、アストルティアと協調したいだなんて、前代未聞の理想を語る魔王が築いた国の民だもの。協調は何よりも強い力だとヨシカはいつも言っていた。だから私たちは最後まで希望を捨てない。ヨシカがいない間はファラザードのみんなで留守を預かるわ。それができるのが協調ってものでしょ。これは何かあった時あなたに渡すようにとヨシカから託されていた贈り物よ。来たる戦いに向けて使ってちょうだい。ヨシカには何か考えがあったはずよ。策もなしにいなくなるはずがないわ。転んでもただでは起きない人だもの。あなたはどうかそれをチャンスに生かして、そして必ず世界を救うのよ、私たちの大魔王様。ここまで来い、異界メッシジャゴヌバを倒すために。